アンティタムの戦いは、南北戦争の中盤1862年9月17日、メリーランド方面作戦の一環として、メリーランド州、シャープスバーグ近く、及びアンティタムクリークで行われた戦闘であり、北部の大地で行われたことでは、南北戦争で初めての使用回線であった。両軍合わせて約2万3000名の損失があり、 合衆国の歴史の中でも単一美の戦闘として、最も流血の多い戦闘となった。北軍のジョージ・マクレラン少将は、メリーランドに、ロバート・イーリー将軍の南軍を追求した後で、アンティータム・クリークの背後に防御陣を築いた北、バージニア軍に対する攻撃をかけた。9月17日の夜明け、北軍ジョセフ・フッカー少将の軍団が、北バージニア軍の左翼に強行をかけた。 ミラーのトウモロコシ畑で攻撃と反撃が続き、戦闘はダンカー協会の周りにも及んだ。くぼんだ道路に対して行われた北軍の突撃が南軍の中央を交代させることになったが、北軍も右翼の二人の軍団長が共に戦死、負傷して交代しており、戦闘は余談を許さなかった。午後になって、北軍アンブローズ・バーンサイドの軍団が戦闘に突入し、 アンティータムクリークにかかる石橋を確保した後、南軍の右翼に向けて前進した。この重要な局面に、ハーパーズフェリーから南軍 AP ヒルの手段が到着し、九州をかけてバーンサイド軍を押し返し、戦闘を終わらせた。両軍とも最小多くの部隊を予備にし、順次投入する戦術を取った。その結果南軍は最終的に予備を使い切ったが、マクレランは、 自軍の4分の1程度の予備を最後まで残した。北バージニア軍は数の上では1対2と負けていたが地形をうまく利用して北軍と対等に渡り合えた。夜の間に両軍ともその戦線を集約した。北バージニア軍は相当な損失を被り、9月18日の1日中、ポトマック軍との小ゼリアを続けたが、有利な地形を北軍に奪取された状態ではもはや、 北軍に打撃を与えるチャンスはなく、その間に疲れ切った軍隊は川の南に退いた。ポトマック軍に数の優位があったにもかかわらず、北バージニア軍が撤退を選ばずに、ここで戦ったのは地形を利用することでポトマック軍を破れると考えていたためである。しかしマクレランは適切な順序で順次南軍の弱点をついていき、南軍の逆転を許さなかった。 マクレランは、ここでは、戦術的大勝利を狙うことよりも、確実に勝つことが重要であることを知っていたため、最後まで予備部隊を残し時代の急変に備えた。これにより北バージニア軍を壊滅させることはなかったが、北バージニア軍のメリーランド侵攻は終わり、リーは、バージニア州内に軍隊を引き上げざるを得なくなった。この戦闘は、 戦術的な勝利の意味よりも、エーブラハムリンカーンが奴隷解放を宣言する自信を得たことで、北軍にとって戦略的な勝利の意味がはるかに大きかった。メリーランド方面作戦。1862年9月3日から15日までの行動。南軍北軍ロバート・イリー将軍の北バージニア軍4万5000名は、1862年8月29日の 第二次ブルランの戦いでの勝利に続き、9月3日にメリーランド州内に入った。リーの戦略は、境界州であるメリーランド州内では南軍に同調する者が多くいると考えられたので、新しい物資や徴兵を求めることであり、北部で近々行われる選挙の前に世論に影響を与えることであった。アメリカ連合国大統領のジェファーソン・デイビスを含み南部の政治家たちは、 北部の大地の上で軍事的な勝利を得れば諸外国が南部を認知する可能性が増えるものと信じていた。そのような勝利はイギリスやフランスからの認知を得財政的な支援を得られたかもしれないが南部がこの可能性を追求してその軍事作戦を立てるべきとリーが考えたという証拠はない。リーは自軍がメリーランドに進攻した後もマクレランが 数週間は動かないだろうと予想していた。直前の第二次ブルランの戦いでは、バージニア軍を完全に崩壊させ、半島戦役でもポトマック軍を指揮喪失させ、北軍は戦える状態にないものとリーは思っていたからだ。しかしマクレランは、完全にリーの今日ついていた。半島戦役の交代は、リーの思っていたような敗送ではなく、実は、 南軍の攻撃を誘うための戦略的交代であり、半島から戻ったマクレランは、バージニア軍を吸収するとこれを驚異的な速さで回復させ、万全の体制を整えていた。マクレラン率いるポトマック軍が、北バージニア軍の進路を抑えるように展開する中で、第27インディアナ志願不標連隊の2人の北軍兵士が3本の葉巻を包んだまま誤って、 置き忘れられていた D の詳細な作戦計画の写しを発見した。この書類の内容は D が北バージニア軍を分割し地理的に分散した地点に派遣したことを示すものだった。もしマクレランがこの情報を盲信してすぐに動けばそれぞれの部隊を孤立させ打ち負かすチャンスだったかもしれない。しかしマクレランはこの情報の真偽の確認と利点を 生かすための作戦立案と自軍の再配置のために約18時間かかり北バージニア軍を徹底的に打ち破るには至らなかった。しかし歴史家はご知恵でこの書類が本物だったことを知っているが実戦で紙切れ一枚を鵜呑みにしてそれだけで行動するようなものは指揮官失格である。情報の真偽を確認して確実に南軍を捕捉したマクレランの行動は 適切だった。アンティータムの開戦の前にメリーランド方面作戦では2つの重要な戦闘があった。ストーンウォール・ジャクソン少将がハーパーズ・フェリーを占領したこととマクレランがサウス山の戦いでブルーリッジ山脈を通って攻撃をかけたことであった。ハーパーズ・フェリーの戦いはアンティータムの戦いの開始時点でジャクソン指揮下の部隊がハーパーズ・フェリーで 国軍守備兵の降伏に臨んでいて、戦闘不尽から抜けていたために重要であった。サウス山の戦いは、山脈を通る二つの峠道を南軍が頑固に守って、マクレランの進軍速度を遅らせたために、リーがシャープスバーグにその軍隊の残りを集結させる時間を与えたということで重要だった。リー将軍の北バージニア軍は二つの大きな不評軍団に分かれていた。 ジェームズ・ロング・ストリート少将の指揮する第1軍団には次の師団が含まれた。ストーンウォール・ジャクソン少将の指揮する第2軍団には次の師団が含まれた。残りの部隊は J.E.B. スチュアート少将の騎兵軍団、ウィリアム・ N ・ペンドルトン准将の予備砲兵隊があった。第2軍団は各師団に砲兵隊が付けられ、対照的に第1軍団は 砲兵隊を軍団レベルで保有していた。戦闘後に、グラブ農園に立つリンカーンとマクレラン及びその参謀。左から5人目が、第5軍団参謀長アレクサンダー・エース・ウェッブ。6人目が、マクレラン。8人目が、ジョナサン・レターマン博士。10人目が、リンカーン。11人目が、ヘンリー・ジェイ・ハント。12人目が、フィッツ・ジョン・ポーター。15人目が、 アンドリュー・エイ・ハンフリーズ、16人目が、ジョージ・アームストロング・カスター・大尉、ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍は、ジョン・ポープのバージニア軍から吸収された部隊で、強化され、6個不評軍団となっていた。ジョセフ・フッカー少将の第1軍団には、次の師団が含まれた。エドウィン・ V ・サムナー少将の第2軍団には、次の師団が含まれた。フィッツ・ジョン・ポーター少将の第5軍団には、 次の師団が含まれた。ウィリアム・ B ・フランクリン少将の第6軍団には次の師団が含まれた。アンブローズ・バーンサイド少将の第9軍団には次の師団が含まれた。ジョセフ・ケーマンス・フィールド少将の第12軍団には次の師団が含まれた。アンティタムの戦い全体ズリーは9月15日からシャープスバーグの町近く。 低い山の背に沿ったアンティータムクリークの背後に利用可能な部隊を配置した。そこは防御に適した場所ではあったが、南高フラクトまでは行かなかった。地形は昨夜、石壁、石灰岩の岩群があり、穴やうにりはほとんどなく、不評にとって優れた障壁を提供していた。前面にあるクリークは小さな障害に過ぎなかったが、幅は60ないし100フィートあり、 あちこちで歩いて渡れ、1マイルごとに3つの石橋があった。南軍の跡はポトマック川で遮られており、もし退却が必要な場合に、シェファーズタウンのボトラー渡しが手近な唯一の都下地点であるために、心ごとない位置でもあった。また9月15日には、リーが直轄する部隊は1万8000名に足りず、北軍の3分の1に過ぎなかった。 北軍の最初の2個士団は9月15日の午後に到着し、残りの大半はその夜遅くに到着した。9月16日の朝すぐに北軍が攻撃をかけた場合、数の上で圧倒的な利点はあったが、位置が不明な南軍の他の部隊により、いつ、DE 特異の側面や背後からの奇襲を受けるかわからない、危険な状態での戦闘は避け、マクレランは、 攻撃を一日遅らせた。このことで、南軍は防御陣を固める時間が取れ、ロングストリート軍団のヘイガーズタウンからの到着を許し、AP ヒルの部隊を抜いた、ジャクソンの軍団もハーパーズフェリーから到着した。ジャクソンは左翼にあってポートマック側に接し、ロングストリートは右翼にあってアンティータムクリークに接した。戦線は約4マイルの長さに及んだ。 9月16日の夕刻、マクレランはフッカーの第一軍団にアンティータムクリークを渡り敵の位置を探るように命じた。ミード師団は東の森近くでフットの指揮する南軍を慎重に攻撃した。暗闇が訪れ、マクレランが部隊の配置を続けた間、砲声が続いた。マクレランの作戦は敵の左翼を圧倒することだった。 アンティータムクリークに架か,かる橋の配置からこの結論に至った。下流側の橋はこれを見下ろす崖の上に南軍が陣取り支配されていた。ブーンズボロからの道路の延長にある中間の橋はシャープスバーグの高台から砲火にさらされる位置にあった。しかし上流側の橋は南軍の大砲から2マイル東にあり安全に渡れる可能性があった。 マクレランはその軍隊の半分以上を投入することにし、まずは2個軍団で、はじめ3番目の軍団が支援し、必要ならば4番目の軍団を当てることにした。南軍の右翼については5番目の軍団で、同時応動攻撃を行い、いずれかの攻撃が成功すれば、残る予備兵力で南軍中央を攻める備えをしておくという考えであった。東の森での小競り合いは、 マクレランの意図をリーに悟らせることになり、リーはそれに応じて防御陣を準備させた。リーは部隊を左翼へ動かし、戦場に未だ到着していない二人の指揮官、すなわちラファイエット・マクローズの二個師団と AP ヒルの一個師団には緊急の伝言を発した。マクレランの作戦は一見連携がうまく取れず、お粗末な実行結果になったようにも見える。 その部下の指揮官たちのそれぞれには、その指揮する軍団に対する命令のみを発しており、全軍の作戦を表す全般命令ではなかった。戦場の地形によって、各指揮官は事態以外の状況を知ることが難しくなり、マクレランの参謀本部は1マイル以上後方にあって、各軍団に指示を与えることを難しくしていた。このために、翌日に進行した戦闘は、 三つに分かれたおよそ連携の取れていない戦闘となったかのようだった。朝は戦場の北端で、昼頃は中央で、午後は南側で、といった塩梅だった。マクレランに批判的な歴史家は、この連携の欠如とポトマック軍の戦力集中が行われなかったために、北軍の持っていた2対1という勢力差をほぼ完全に無効にし、リーが 国軍の攻撃に合わせて防御部隊を移動させることを許したと主張する。しかし実はリーのこの防御配置には戦闘に関しては素人である歴史家にわからない恐ろしい罠が仕掛けてあった。右翼はアンティータムクリーク、中央は残酷のようなくぼんだ道路、左翼は森林という防御に適した地形で南軍はそれぞれを比較的少数の部隊で維持し、 多くの部隊を予備とすることができた。そして、右翼、中央、左翼のそれぞれ防御地形の間には、部隊の移動が容易な開発地が挟まっていることが重要であった。もしこれに北軍が連携の取れた一斉攻撃をかけていたら、防御地形に接触して拘束されたタイミングで、開発地を通って現れた南軍の予備部隊に側面を襲われ、 狭い地域に過剰に押し込められた北軍は大混乱に陥って改装し壊滅的打撃を受けることになっただろう。しかしマクレランはこれを見抜き、側面を突かれることのない橋から南軍の陣地を確実に押し潰していき、それによって南軍の予備をすべて前線に引きずり出すことで D の罠を完全に破ったのだった。第一軍団による攻撃。 午前5時半から7時半ダンカー協会先端は9月17日の夜明けに開かれた。北軍ジョセフ・フッカーの第一軍団がヘーガーズタウン、ターンパイクから攻撃を開始した。フッカーの目標は、地元のドイツ人バプテストの一派に属する白漆喰塗りの質素な建物であるダンカー協会のある大地であった。フッカーの軍団は、約八千六百名であり、ストーンウォール、 ジャクソンの指揮する防衛軍7700名より、わずかに上回るだけで、南軍の強固な防衛陣地を考えれば、このように小さな勢力差は打ち消されるものであった。アブナーダブルデイの師団が、フッカーの右翼に動き、ジェームズ・リケッツの師団は左翼に動いて、東の森に入り、ジョージ・ミードのペンシルベニア予備役師団は、中央のやや後方に配置した。ジャクソンの防衛軍は、 アレクサンダー・ロートンとジョン・アール・ジョーンズの師団で構成され、西の森からターンパイクを越えて、ミラーのトウモロコシ畑の南端まで戦列を敷いた。西の森の中には4個旅団が予備部隊として置かれた。北の森から最初の北軍部隊が現れトウモロコシ畑に入ると、砲撃戦が始まった。南軍の砲火は、西に J.E.B. スチュアートの木は砲兵大隊。 南にダンカー協会から道路を隔てた高台に、スティーブン・ D ・リー大佐の四個大隊からのものであった。北軍の反撃は、北の森の背後の尾根にいる九個大隊とアンティタム、クリークの東2マイルにある20ポンドパロットライフル砲四個大隊からのものであった。この砲撃戦で両軍に、甚大な損失を生じさせ、リー大佐をして、大砲の地獄と言わせた。フッカーは、 トウモロコシ畑に隠れている南軍の銃剣のひらめきを目に留め、不評の全進を止めさせて、砲兵四個大隊を呼び寄せ、畑を覆っている南軍不評の頭上に砲弾の雨を降らせた。両軍からの砲弾やライフル銃弾が草刈り釜のように機能し、トウモロコシの茎も兵士も同じようになぎ倒した。ダンカー協会の北、ヘイガーズタウンターンパイクに横たわる南軍。 スタークのルイジアナ旅団兵士のガイミード指揮下にあるトルーマン・セモア巡将の第一ペンシルベニア旅団が東の森を抜けて前進しジェームズ・ウォーカー大佐のアラバマ、ジョージア及びノースカロライナ混成旅団と重化を交わした。ウォーカーの部隊が D の砲火にも助けられてセモア隊を交代させるとリケッツの師団がトウモロコシ畑に入り同じように砲火に引き裂かれた。 アブラム・デュリー巡将の旅団が前進して、マーセラス・ダクラスのジョージア旅団からの一斉射撃を浴びた。250ヤードの射程からの猛烈な砲火にさらされ、援軍もないままに前進もならず、デュリーは退却を命令した。デュリーが期待していた援軍、ジョージエル・ハート・サッフ巡将と、ウィリアム・エクリスチャン大佐の旅団は現場に到着する、前に困難さを味わっていた。 ハートサッフは砲弾で負傷し、クリスチャンは馬を降りて、恐怖のあまり後方に逃げていた。その兵士たちが再集結してトウモロコシ畑に入ると、前の部隊と同じように放火や、不評の重火にさらされた。北軍の数の優位がものを言うようになると、ハリー・ヘイズのルジアナ・タイガー旅団が先頭に入り、北軍兵を東の森に退却させた。 第12マサチューセッツ不評連隊が受けた損耗率は67%となり、この日のどの部隊よりも損耗率が高かった。タイガー旅団は北軍が3インチオードナンスライフル砲大隊を連れてきて大砲をトウモロコシ畑に直接運び入れ、至近距離からの発砲で500名いた旅団兵の323名を倒すことで結局打ち破られた。 戦争の最も破壊的な砲火ライフル砲弾は兵士たちの手元で砕け、水筒や雑能は弾丸で蜂の素状になり、多くの死傷者が倒れた。第12マサチューセッツ不評連隊のベンジャミン・エフクク隊員、ルイジアナ・タイガー旅団にトウモロコシ畑で攻撃されて、トウモロコシ畑が流血のままに膠着状態となる一方で、西方で、 数百ヤード前進した北軍は戦果を上げていた。ダブルゲイ師団のうちのジョン・ギボン巡将第四旅団がターンパイクを前進し、ジャクソンの部隊を分け押し合った。スタークの旅団から1150名の兵士が突撃をかけ、30ヤードの至近距離から簡単ない猛火を浴びせることで、鉄の旅団の動きが止められた。南軍の旅団は、鉄の旅団からの激しい反撃にあって撤退し、 スタークは致命傷を負った。ダンカー協会に向けた北軍の前進が再開され、ジャクソンの防衛線との距離が縮まり、ジャクソン軍はほとんど崩壊しそうになった。損失は崩壊に大きくなったが、復果軍団は着実に前進していた。南軍の補強部隊が午前7時過ぎに到着した。マクローズとリチャード・ H ・アンダーソンの師団がハーパーズ・フェリーから、 夜通し興奮して到着した。7時15分頃、リー将軍はジョージ T ・アンダーソンのジョージア旅団を右翼からジャクソン軍の救援に動かした。午前7時、フットの2300名からなる師団が西の森を通って前進し、北軍を再びトウモロコシ畑から追い出した。テキサス人の部隊は、 毎日取ってきた最初の熱い朝食を妨げられてその予備隊の位置から呼び出されたので特別のネームーサで攻撃した。彼らにはトウモロコシ畑の南東ムンマ農園から到着した DH ヒル師団の3個旅団および JEB スチュアートの騎馬方兵隊を支援していたニコデマス農園から西の森を抜けて押し出したジュバルアーリーの旅団の支援を受けた。しかし、 フットの部隊は攻撃の矢面に立ってしまい、60%が失われるという高価な代償を払ったが、防衛線の崩壊を防ぐことができ、第一軍団を撃退した。フットは仲間の士官に、フットの士団はどこにいると尋ねられた時、戦場で死んでいると答えた。フッカーの部隊は大きな損失を被った上にその目的も達していなかった。二時間が経過し、 2500名の損失を受けた後で、スタートの地点に戻った。トウモロコシ畑は奥行き250ヤード、幅400ヤードあったが、筆舌に尽くしがたい、破壊の現場となった。この朝だけで少なくとも15回は支配者が変わったと推計されている。フッカーは、マンスフィールド第12軍団の7200名の支援を要求した。 畑の北側及び大部分のトウモロコシの茎は、すべてナイフで切り取られたように綿密に切り倒され、南軍の死骸が数秒前は、トウモロコシの列をなして立っていたところに正確に列を作って横たわっていた。ジョセフ・フッカー少将第12軍団による攻撃。午前7時半から9時、マンスフィールド軍団の半数は新兵であり、マンスフィールド自身も経験が少なく、 ほんの二日前に指揮を取っただけだった。彼は四十年間の古参兵ではあったが、戦闘で大規模な部隊を率いて戦ったことがなかった。戦火にさらされた時に兵士たちが逃走したりしないかを心配して、十列中隊、密集隊形と呼ばれる一個連隊が、通常の二列の代わりに十列になって進む一段になった隊形を取らせて行軍した。この部隊が、 東の森に入ると、格好の大砲の目標になり、ナヤとほとんど同じくらいの標的になった。マンスフィールド自身も狙撃兵の弾で倒され、その日遅くに死んだ。アルフェウス・ウィリアムズ准将が第12軍団を一時的に指揮した。マンスフィールドの下の第1師団の新兵は、DH ヒルのコルキットとマクレーが指揮する師団で補強された。 フットの戦列に対して一歩も進めなかった。しかし、ジョージシアーズグリーンが指揮する第12軍団の第2次第がマクレイの部隊を突破し、マクレーのの部隊は側面攻撃の罠にはまろうとしているとの錯覚にとらわれて逃亡した。戦列に穴が開いたことで数的に劣っていたフットの部隊はその日の戦いを始めた西の森での再編成を強いられた。 グリーン隊は、フッカーの当初の目標であった、ダンカー協会に到達でき、スティーブン・リーの砲兵隊を追い出した。北軍は、ターンパイク東側の領域の大半を確保した。フッカーは、その第一軍団で散加していた残兵を集めて、攻撃を続けようとしたが、南軍の狙撃兵が、将軍の一目につきやすい白馬に狙いを定めて放った、弾が、フッカーの足を貫通した。 第一軍団の指揮は、フッカーの部下の中では古参であるジェームズ・リケットも負傷していたので、ミード将軍に任された。しかし、フッカーが戦場を離れると、第一及び第十二軍団の兵士を寄せ集める権限を持った、将軍がいなくなった。クリーンの部隊は、西の森からの激しい砲火に遭い、ダンカー協会から撤退した。南軍の左翼に回り、 マンスフィールド軍団にかかる圧力を解放するために、サムナーの第二軍団は午前7時20分にニコ士団を戦闘に入らせる命令を受けた。セジウィックの5400名からなる師団は初めてアンティタムクリークを渡り、左翼に回り込んで南軍を南のアンブローズバーンサイドの第9軍団に立ち向かわせるべく東の森に入った。しかしこの作戦はうまく運べなかった。 この師団は、ウィリアム・ H フレンチの師団とはぐれてしまい、午前九時に、この師団に堂々していたサムナーが、三個旅団を三列の長い応対で兵士が隣り合い、わずか五十ないし70ヤードという距離にあるという、異常な体型で攻撃をかけさせた。この部隊はまず南軍の大砲に攻撃され、続いて三方のアーリー、ウォーカー及び、マクロウの師団から攻撃を浴び、半時間も経たないうちに、 セジウィック隊は列を乱して、スタート地点に退却させられ、その損失は2200名以上となった。サムナーは多くの歴史家から、その無効水な攻撃、第一及び第十二軍団本部との協調の欠如、セジウィック隊についていて、フレンチ師団に対する指揮を失ったこと、攻撃開始前に適切な偵察を怠ったこと、及び異常な戦闘体系を取ったことで、 南軍の反撃により、効果的に側面を突かれたことで非難された。しかし、歴史家 MV アームストロングの最近の学説は、サムナーが適切な偵察を行ったこと、彼が行った攻撃の決断は彼に与えられた情報から正当化されることを結論付けた。午前中の最後の戦闘は10時ごろ、第12軍団のニコ連隊が前進し、 南軍の右翼から到着したばかりのジョン・ジー・ウォーカーの師団に遮られただけに終わった。この部隊は西の森のトウモロコシ畑の間の地域で戦ったが、間もなく、ウォーカー隊はグリーン師団のニコ旅団によって交代させられ、北軍は西の森にいくらかの地域を確保した。午前中の戦闘は両軍合わせて1万3000名という損失を出し、この中には、 国軍の二人の指揮官も含まれていた。第十二及び第二軍団による攻撃。午前九時から午後一時正午までに戦闘は南軍戦線の中央に移った。サムナーは午前の戦闘でセジウィックの師団に同道していたが、もう一つの師団であるフレンチはサムナーやセジウィックとの連絡が取れないままに不可解にも南に向かっていた。フレンチは 戦闘に入る機会を熱心に求めており、行く先で三兵を見つけると事態に前進を命じた。この時までにサムナーの副官がフレンチのところに来ており、西の森での恐ろしい戦闘の様子を語り、敵の中央を攻撃することで、南軍の注意を反らせるという命令を伝えた。フレンチ軍は DH ヒルの師団と対峙した。ヒルは約2500名を率いていて、 フレンチ軍の半分以下であり、かつその五個旅団のうち三個は朝の戦闘で消耗していた。ロングストリートの受け持つ、この部分は理論的に最も弱いところであった。しかし、昼の部隊は緩やかな尾根の上に強固な防御体制で配置しており、長年入馬社が通って鉄ができた道路は自然の残豪を形成していた。フレンチは午前9時半頃に、 昼の間に合わせの強壁に対して、旅団単位の一連の攻撃をかけさせた。最初に攻撃をかけた旅団は、マックス・ウェーバー淳将が指揮する経験の足りない部隊で、あり、猛烈なライフル射撃によって、早々に打ちのめされた。この時点では、両軍ともに大砲を使っていなかった。第二の攻撃は、ドワイト・モリス大佐のさらに新兵ばかりの旅団であり、同じように猛火にさらされたが、 ロバート・ローズのアラバマ旅団による反撃を何とか撃退した。第3の攻撃はネイサン・キンボール巡将の旅団であり、これには古参兵の参個連隊が含まれていたが、くぼんだ道からの銃火でやはり撃退された。フレンチの師団は1時間のうちに5700名のうち1750名の損失を出した。両軍ともに援軍が到着した。午前十時半までに、 リー将軍は、最後の予備部隊であるリチャード・イチ・アンダーソンの師団、約3400名を、ヒルの戦線補強に送り、右方に展開して、フレンチの左翼を包み込むような攻撃の準備をした。しかし、同時に、イズラエル・ B ・ー・リチャードソン少将の4000名の師団が、フレンチの左翼に到着した。これがサムナーの軍団に属する3個師団の最後の、ものであり、マクレランが、 予備部隊を組織した時に後方に控えさせられていた。リチャードソンの荒手が最初の一撃を放った。くぼんだ道路への4回目の攻撃を行ったのはトーマス・フランシス・マハー淳将のアイルランド旅団であった。この旅団がそよ風にエメラルドグリーンの連帯機をはためかせて前進すると連帯付き牧師のウィリアム・コービン神父が馬に乗って隊列の前を前後し、 まさに至難としている者たちのために、ローマカトリック教会によって規定された条件付き食材の言葉を叫んだ。大半がアイルランド移民の旅団は撤退を命じられるまでに激しい一斉射撃のために540名の損失を出した。リチャードソン将軍は正午頃に、ジョンシーコールドベル巡将の旅団を直々に戦闘に向かわせ、ここでやっと流れが変わった。 アンダーソンの南軍師団は戦闘の初期にアンダーソンが負傷した後は防御兵に対してほとんど支援がなかった。ジョージ B ・アンダーソンや第6アラバマ連隊のジョン B ・ゴードン大佐が撃った弾が帽子に穴を開けていなければ自分の地で窒息していただろうが実際には帽子の穴から血が抜けて救われたということであったなど他の中心となるべき指揮官も失われていた。 南軍のローズは太ももを負傷しながらも、なお戦場にいた。これらの損失が直接次のような混乱を生んだ。我々は、囲いの中の羊のように彼らを撃っていた。もし一発が最初は目標を恐れたとしても、その先のどこかに当たり、跳ね返って二次的に彼らに当たった。第61ニューヨーク連隊の軍曹コールドエル旅団が南軍の右翼あたりに前進すると、 第61及び第64ニューヨーク連隊のフランシス・シーバーロー大佐とその350名の部隊が戦列の弱い地点を見つけてくぼんだ道を見下ろす小山を占領した。これで南軍の戦列を立て射することが可能になり、そこは破壊的な罠に変わった。この脅威に対応しようと旋回を試みたローズの指令を意識のないジョン・ゴードンを引き継いでいた。 ジェームズ・エヌ・ライトフット中佐が誤解した。ライトフットは兵士たちに回れミニをさせ交代を命じたが、この命令は旅団の前後子連隊とも同じように適用されると考えられた。南軍はシャープスバーグ方面に流れ、その前線は崩壊した。リチャードソンの部隊は激しく追撃していたが、ロングストリートが急いで集めた大砲が彼らを追い返した。 DH ヒルに引きられた200名の部隊による反撃がくぼんだ道路の近くで北軍の左翼を襲い、第5ニューハンプシャー連隊の激しい突撃で撃退されたが、このことで中央の崩壊を止めた。リチャードソンは不本意ながらその手段にくぼんだ道路に面するオネの機体の交代を命じた。その手段は約1000名が失われていた。バーロー大佐は重傷を負い、リチャードソンは 致命傷を負っていた。ウィンフィールド・ S ・ハンコックが、師弾式を継いだ。ハンコックは後に攻撃的な死弾や、軍団の指揮官として、名声を得たものではあったが、予期しない、指揮官の交代で北軍の前進の弾みが損なわれた。ブラッディレーン、2005年撮影午前9時半から午後1時までの、くぼんだ道路での大虐殺は、ブラディレーンという名前を与えられ、 道路沿い800ヤードに約5600名の死傷者を残した。まだそこには大きな機械が存在した。もし、この南軍戦列の破れ目に付け込まれていたら、北バージニア軍は2つに分割され、おそらくは敗北していたであろう。北軍にはそうするための十分な戦力があった。予備隊として3500名の騎兵隊とポーターの、 第5軍団1万300名の不評が1マイル離れた中央の橋近くに待機していた。第6軍団は1万2000名で到着したばかりだった。第6軍団のウィリアム B ・フランクリン少将はこの突破口に付け込む用意ができていたが上級の師団指揮官であるサムナーは前進しないように命じた。フランクリンは両者の議論を聞くために 後方の本部を離れていたマクレランに訴えたが、マクレランはサムナーの判断の肩を持ち、フランクリンとハンコックにその陣地を保つように命令した。その日遅く、中央部近くにいた他の予備隊である第五軍団指揮官のフィッツ・ジョン・ポーター少将は、第二師団を指揮するジョージ・サイクス少将から、もう一度中央を攻撃する提案を聞き、その考えはマクレランの注意を引いた。 しかし、ボーダーはマクレランに、将軍、私は共和国の最後の軍隊の最後の予備隊を率いていることを覚えておいてくださいと告げたと言われている。最終的にマクレランは予備隊の保持を決断した。後に AP ヒルの思わぬ来園があったことや、リーが側面や背後の奇襲を得意としていたことを考えれば、これは決して誤った判断とは言えない。 第9軍団による攻撃。午前10時から午後4時半戦闘は戦場の南端に移った。マクレランの作戦では、フッカーの第1軍団を支援するために、南軍の注意を北の主戦場から反らせることを期待して、アンブローズ・バーンサイドの第9軍団が陽動攻撃を行うことになっていた。しかし、バーンサイドは攻撃を始める前に、 明確な命令があるまで待つように指示されており、その命令は午前10時まで届かなかった。バーンサイドは戦闘の準備をする間、奇妙に受動的であった。マクレランが一翼の指揮官にバーンサイドを据えようという配置案を捨てたことで不満を抱いていた。以前に第一及び第九軍団を含む一翼を指揮したことがあったが、今回は第九軍団だけに責任があった。 バーンサイドはその高い権限を諦めることを明らかに拒み、まず、ジェシー・リーリの少将を、次に、カノーハ師団のジェイコブ・ドルソン・コックス順将を軍団指揮官として待遇し、命令は軍団長を通して軍団に伝えた。バーンサイドは、アンティータム・クリークの東に4個師団と50門の方を持っていた。向かい合う敵は、リーが、 左翼の南軍を補うために部隊を移動させたためにかなり手薄になっていた。夜明けにはデイビッド・ R ・ジョーンズとジョン・ジー・ウォーカー各巡視の師団が守りについていたが、10時までにウォーカーの部隊すべてとジョージ・ T ・アンダーソン大佐のジョージア旅団が移動した。ジョーンズはバーンサイドに対するに3000名の兵士と12門の大砲しかなかった。 シャープスバーグに近い尾根は主にセメタリーヒルと呼ばれる低い大地だったが、これを手薄い4個旅団が守った。第2および第20ジョージア連隊の残る400名は、ロバート・トゥームズ巡将の指揮で2個砲兵大隊と共にロールバッハの橋を守った。この橋は三景間125フィートの石橋でアンティータムクリークを渡る最南端にあった。 この後の戦闘に与えられた悪評のために、この橋は、バーンサイドブリッジとして歴史に名を残すことになった。橋は、困難な目標であった。橋に至る道路はクリークに沿って走り、敵の重火にさらされた。橋の西側には、樹木の茂る高さ100フィートの崖が見下ろしており、古い採石場から持ってきた巨岩がばらまかれ、良好な隠れ場所から、不評や、 狙撃兵が撃ち下ろせば、川を渡る者に危険な障害になった。バーンサイドブリッジに行ってみてみろ。バーンサイドの軍団が、ホップ、スキップとジャンプをやって、向こう岸に達せると思えないなら教えてくれ。一つ確かなことは、彼らがその日、どの場所でも腰のベルトを濡らすことなく歩いて、渡れたということだ。南軍の参謀士官ヘンリー・キッド・ダングラスこの辺りの、 アンティータムクリークは50フィート以上の幅があることは、ほとんどなく、いくつかの場所は腰までの深さに過ぎず、しかも南軍の死角になっていた。南軍の参謀士官ヘンリー・キッド・ダングラスから、嘲笑されているように、バーンサイドは、この事実を無視したことで、大いに批判されてきた。しかしところどころ浅いクリークの見通しの良い地形は、とかを難しい問題の比較的優しい部分にしていた。 バーンサイドは橋を強襲する代わりに、マクレランの義手が確認したハンマイル下流を同時に渡るという作戦に集中したが、バーンサイドの軍団がそこに到着した時、包みがあまりに高くて渡れそうになかった。ジョージ・クルック大佐のオハイオ旅団が、サミュエル・スタージス巡将の師団の支援で橋を攻撃する準備をする一方で、残りのカノーハ師団とアイザック・ロッドマン巡将の 手段は厚い矢部を抜けて2マイル下流のスネーブリー、浅瀬を探し、南軍の側面を突こうとした。バーンサイドブリッジ橋に対するクルックの襲撃は、そのオハイオ旅団が橋を渡りがけを襲うために、橋の上を開けるよう命令された第11、コネチカット連隊の三兵に導かれた。コネチカット連隊は15分間の懲罰的銃火を受けた後、 致命傷を負った指揮官ヘンリー・ダブリューキングズベリー大佐を含み、その勢力の3分の1に相当する139名の損失を出し撤退した。クルックの主攻撃隊は、クルックが地形に不明であったために、橋の上流4分の1マイルでクリークに到達するという誤りを犯してしまい、南軍の三兵と続く数時間一斉射撃をかわすことになった。 ロットマン潤章の師団は、連絡が取れないままにスネーブリーアサセに、南行軍している一方、バーンサイドとコックスは橋に対する第二波攻撃を、第二メリーランド連隊と、第六ニューハンプシャー連隊からなるスタージスの旅団の一つに指示した。この部隊も南軍の狙撃兵や、大砲の餌食になり、その攻撃は破綻した。この時までに正午を過ぎており、マクレランは、 辛抱できなくなって、伝令を次々と送り、バーンサイドに前進させようとした。マクレランは、ある副官に、彼に犠牲が1万人になっても、今行かねばならないと伝えるよう命令した。観察長官デロスビーサケット大佐を派遣して、バーンサイドに対決させることで圧力をかけていったが、バーンサイドは、憤然として、マクレランは、 私がこの橋を落とすために最善を尽くしていないと考えているようだ。あなたは今朝同じ命令を持って私のところに来た3人目あるいは4人目だと答えた。橋をダッシュしようという3度目の試みをしたのは12時半にスタージスの他の旅団エドワード・フェレーロ巡将の指揮する部隊であった。この旅団は第51ニューヨーク連隊と 第51ペンシルベニア連隊で構成されており、適切な大砲の支援もあり、またもし成功した場合は、最近取り消されたウィスキー配給が復活するという約束を受けており、下り坂で突撃をかけて東岸に陣地を確保した。捕獲した、榴弾砲をその場で操作し、橋に向かって、三段を放ち、敵からは25ヤードまで接近した。午後1時までに、 南軍の弾薬が突きかけ、トゥームズのところに、ロットマンの部隊がスネーブリーや浅瀬を渡り、側面を突こうとしているとの伝言が入った。トゥームズは撤退を命令した。そのジョージア旅団は北軍に500名以上の損失を与えており、160名にかける程度の自軍を諦めさせた。しかもバーンサイドの南部側面から攻撃を3時間以上も食い止めていた。 バーンサイドの攻撃は、自軍の失敗でも再度失速した。その士官たちが弾薬を橋から輸送することを怠っており、橋自体が兵士、大砲及び入馬車の移動でボトルネックになっていた。このためにさらに2時間を要し、リー将軍はこの時間を使ってその右翼を補強した。リーは利用可能なあらゆる砲兵部隊に移動を命じたが、 左翼から不評隊を動かして DR ジョーンズの数的に劣る部隊を補強することまではしなかった。その代わりにハーパーズフェリーからの疲弊させる17マイルを後軍中である AP ヒルの軽争師団の到着を当てにした。午後2時までにヒル隊はボトラーの浅瀬に到着し2時半に救われたリーと会談することができてリーは 右翼のジョーンズの救援に部隊を向かわせるよう命じた。北軍は3000名の信頼の部隊に直面することになるとは全く気づいていなかった。バーンサイドの作戦では弱体化した南軍の右翼を回り込み、シャープスバーグに注力して北バージニア軍を南軍がポトマック川を渡って逃走する唯一の経路であるボトラーの浅瀬から切り離そうとした。バーンサイドは スタージスの師団を西岸に予備軍として残し、8000名以上の軍団と22門の大砲を近接支援として西に動いた。第79ニューヨーク連隊、キャメロン・ハイランダーズによるジョーンズの数に劣る師団に対する最初の攻撃が成功し、ジョーンズ軍はセメタリーヒルを越えて後退し、シャープスバーグまでは200ヤード以内まで下がった。さらに左翼には、 ロットマンの次第が、ハーパーズフェリー道路の方へ進軍した。戦闘を行く、ハリソン・フェア・チャイルド大佐の旅団には、第9ニューヨーク連隊の色彩豊かなズワーブブクを、着た者が数名おり、その前方の尾根に登った敵の一ダースの大砲から、激しい砲弾が降り注いできたが、構わず前進を続けた。シャープスバーグの通りでは退却する南軍に塞がれて、強行が起こっていた。 ジョーンズの師団のここ旅団の中で、トゥームズの旅団だけが無傷だったが、それでも700名に過ぎなかった。AP ヒルの師団は午後3時半に到着した。ヒルはその部隊を分けて、2個旅団は南東に向かわせてその、側面を守らせ、他の3個旅団、約2000名は、トゥームズの旅団の右に動き、反撃に備えた。午後3時40分。 マクシー・グレック淳将のサウスカロライナ旅団が、ジョン・オットーのトウモロコシ畑で、ロットマンの左翼にいた第16コネチカット連隊を攻撃した。コネチカット連隊はわずか3週間の従軍経験しかなく、その戦列が破られて185名の損失を出した。第4ロードアイランド連隊が、右翼に向かったが高いトウモロコシの茎のために視界が悪く、また、 南軍兵士の多くがハーパーズフェリーで捕まえた北軍兵士の制服を着ていたために方向を見失った。この部隊も崩壊して逃げ出し、第8コネチカット連隊が遠く前進したまま孤立した。この連隊は包囲され、丘を下ってアンティータムクリークの方に追い出された。カノオハ橋団の連隊による反撃も不十分だった。第9軍団は損耗率。 約20%にもなったが、依然退治する南軍の2倍の兵力があった。バーンサイドはその側面の崩壊で気力がなえ全部隊にアンティータムクリークの西岸まで交代を命じ、そこで緊急に増援と大砲を要求した。マクレランは一個大隊を供給できた。マクレランは、私はこれ以上何もできない。ここには、不評部隊がいないと言った。しかし、 実際にはマクレランにはまだ投入していない2個軍団があった。ポーターの第5軍団とフランクリンの第6軍団であったが、あまりにも用心深く来たバージニア軍によって起こるかもしれない大軍の反撃を心配していた。バーンサイドの部隊はその日の残りを占領するために多くの損失を被った橋の守備に使った。戦闘は午後5時半に果てた。この日の損失は、 両軍ともに重いものであった。北軍の損失は12,401名で、そのうち戦士は2,108名であった。南軍は13,18名の損失で戦士は1,546名であった。この損失は全軍に対する比率として、北軍で25%、南軍で31%に相当した。この1862年9月17日に、 アメリカの軍事史の中で、第二次世界大戦の1944年6月6日、D-Day や2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件など、どの日よりも多くのアメリカ人が死んだ。9月18日の朝、北バージニア軍は、北軍の来週に備えて、守りの準備をしたが、攻撃はなかった。両軍ともに負傷者を回収したり交換したり、 するための一時的休戦とした後で、北バージニア軍はその夜ニッポートマック川を越えて、バージニア州に撤退を始めた。リンカーン大統領は、マクレランの戦火に失望した。彼はマクレランが慎重に過ぎ、戦場では、連携がお粗末であったために南軍を叩き潰す、代わりに引き分けに終わったと思った。歴史家のスティーブン・シアーズは次のように同意している。 しかしこれほどの歴史的流血を出してもまだ攻撃が不十分だとする主張は実際の戦場を知らない者による無茶な考えである。共和国を救うために強力な敵に向かったその戦闘遂行過程でマクレラン将軍はわずかに5万名の不評と砲兵しか投入しなかった。その軍隊の3分の1は一発も撃たなかった。それでなくても何度も 南軍北バージニア軍を崩壊の危機に陥れたが勇敢な偉業となるはずのものが指揮官が自軍の敗北を避けること以上のものを考えなかったために完全に失われたスティーブン・シアーズ、ランドスケープタンド・レッドリンカーン大統領とマクレラン将軍アンティータム戦場に近いマクレラン将軍のテントの中で1862年10月3日大統領は アメリカ陸軍局や大統領自身の混成があったにもかかわらず、9月17日から10月26日までの出来事にさらに驚かされた。マクレランはポトマック側を越えて北バージニア軍を追撃することを辞退し、装備の不足や軍隊の使いすぎの恐れを訴えていた。最高司令官のヘンリー・ハルックは、その公式報告書に打ち破られた敵を前にして、 また急速な移動と活発な作戦行動に最適の季節にこれほどの大軍を長く使わないでいることは大きな失望と後悔の事態であると書いた。北バージニア軍を打ち破られた敵と認めながらマクレランが敵を打ち破るのに失敗したというのは明らかに矛盾した評価だがそれにもかかわらずリンカーンは11月7日にマクレランをポトマック軍指揮官から解任し これが実質的にマクレランの軍歴の終わりとなった。歴史学との中には北軍の戦略的勝利という定義に疑問を投げかける者がいる。結局、マクレランはこの方面作戦や戦闘そのもので戦果を上げられず、リーははるかに勢力の大きい敵軍に対する戦争で戦果を上げ偉大な指導力を示した。損失数は両軍似たようなものであったが、 北バージニア軍は全軍に対する損失率としては高いものについた。北バージニア軍が最初に戦場から撤退したので、技術的な定義では南北戦争の戦闘における戦術的敗者となる。もし損害の高によって勝敗を決定するのなら、7日間の戦いは北軍の勝利と呼ばれているだろう。しかし戦略的な意味合いにおいてアンティータムは D の戦略的な作戦を終わらせ、リンカーン大統領が9月22日に奴隷解放を発したという理由で、南北戦争の展開点になる北軍の大勝利と考えられている。リンカーンは解放宣言をもっと早く発したかったが、その閣僚から宣言が絶望の中から発せられたと認識されることを避けるために、北軍の勝利の後で宣言した方が良いと助言されていた。 北軍の勝利とリンカーンの宣言は、フランスやイギリスの政府がアメリカ連合国を認知しないように説得するために大きな役割を果たした。もし北軍が敗戦を繰り返しておれば、フランスもイギリスもアメリカ連合国を認知する計画であったろうと推定する者がいる。奴隷解放宣言が戦争の進展に結びつけられると、 どちらの政府もアメリカ合衆国に反対する政治的意図を持ち得なかった。歴史家のジェームズ・マクファーソンはその著書、自由の十字路の中でアンティータムの重要性について要約した。南北戦争の他の方面作戦や戦闘の中でアンティータムほど重大で多面な結果を生んだものはない。1863年7月、北軍がゲティスバーグとビックスバーグで挙げた二重の 勝利はもう一つの打撃であり、東部戦線で南軍が新たに起こした攻勢を止め、南軍の西部3分の1を切り取った。1864年9月、シャーマンのアトランタ占領が北軍の指揮低下を食い止め、北軍勝利に向けた最後の推進力を上げる改定となった。これらは展開点でもあった。しかし、南軍のミシシッピ州、ケンタッキー州、 そしてとりわけ、メリーランド州での見重構成が1862年秋の時点で破られなければ、後のものは起こらなかった。ジェームズ・マクファーソン、自由の十字路戦場後は、アンティータム国定戦場として記念されている。ありがとうございます。